ドエサナです。今回はゼロチャレンジ。昨日クリアできなかったんで今日クリアしていこうと思います。でね、アトリエだっけこいつ。アトリか。アトリってキャラ使うと、なんかここ簡単だよって言われたんで、ちょっとね、いろんな方のを見させてもらって参考にさせてもらいましたね。まずセシリアには五条悟の武器つけてて、このラフィーネには五神共鳴つけて、イシスちゃんにはガチャドラで、アキネにはワンパンマンのグローブですね。そしてこのアトリにはギガバト、誰だっけこれ、あ、ウルトラマンベリアルで、こいつってバインド耐性ないんですけど、誰だっけ、1回目バインドって1ターン目のエメラルドサファドラとルシファーの回しか確かやってこないと思うんですよね。なんで別に1ターン目でエメラルドドラゴン出なければいいかなと思ったんで、つけてませんね。で、このフレンドさんのは、マグニートの武器ですね。まあ、これで、結構いけると思います。はい。で、バッチャ指だね。体力はね、正直これ、十分だと思うんで、このパーティーで多分勝てると思います。なんでちょっと行ってきましょうか。で、僕もね、頑張ってたんで、ちょっといけるようになったね。けど、ほとんど初見だね。はい、ここでまずエメラルドドラゴン来たらリタイアですはい、リタイアです。まあまあ、けどそれはまあ仕方ね。で、ここ順番はラフィーネ打ってからミニヒストですね。こいつ2ターン溜まるんですよね、2ターンヘイスト。なんでここで2ターンヘイストしてからの、ここからもうあれで5色ちゃんと消さないといけないから、火、水、組んだ、火組んだ、光組んだ。じゃあ、あとは何を組む。そう、火を組めばいい。これでいいでしょう。で、まあこれをずっとやっていくだけだもんね。ここで45分、45分って言っても正直俺いけると思うんすよね。これはね、耐える、全然激減があるからね。で、2ターンだけなんで、この2ターン終わったらすぐさも解除で、こうしてすぐにね、今回時間タイムリミットがあるからそんなに余裕はない。だが余裕の表情を見せていこうか。で、これちゃんと回復しないと死ぬから、ここはしっちりとね、回復します。で、ここで、なくなるんですけど、ここで、セシリアに貯めてる五条の悟の武器を使えば耐えれるんで大丈夫です。で、そしたら、ちゃんと5色消すことによって、アトリエ、溜まるんで大丈夫です。はい、組んで、俺今日ね、課金してね、1万円ぐらい課金したんかな？出るかなって思ったけど、出ねえかなと思ったけど、ちゃんと出てくれてよかった。あと、俺、あいつも出たね。水と火のやつ。新キャラの星7。嬉しかったわ。いや、こいつ出たのマジで嬉しかった、アドリー。で、ここで変身できるんで変身しましょうか。で、こいつリーダーチェンジなんすよね。すごいわ。びっくりしたわ。これは、革命や革命が起こりました。パズドラさん、僕には今、革命が見えたよ。で、これはちゃんと、これがむずい。操作時間延長がない時の、ちょっと、下手くそくてごめんね。今ちょっとね、手がかじかんでます。言い訳です。ですが、許してください。まあ、で、これはね、ちゃんと抜かないと。あれ？俺なんか水消えてねえや。クソキモい。はい、ちょっと抜いちゃいました。これちょっと抜きたくなかったな。で、ここ、本当に抜きたくなかった。こいつを次のターンぐらいで溜めないといけないんですけど、まあ、溜まっちゃったのなら仕方ない。で、こいつもね、撃たなくてよかったな。いや、けどこいつは撃った方がいい。こいつもスキル溜めしないといけないんです。で、ここは、ちゃんと、こいつを溜めないといけないんで。で、ちょっと待てよ。ここでちょっと抜いちゃったのマジでいて。抜くつもりなかったけど抜いちゃったんで、まあ仕方ないね、これは。エラーなんで。トライ&エラー。これを繰り返していくことにより、新たな成長を遂げる。俺がいる。かっ、うまいね、キル落ち込ん。落としが決まっていく。で、これ、軽減張ることにより、敵の攻撃が耐えれるんですよね。ギリギリでね。これ、死ぬって思うじゃん。819くらいで耐える。ほら。で、ここはね、本当に、こいつが溜まってないのがちょっと怖い。指延長があるんですよね、こいつって。それがたまらないということは、
ワンチャン負けますね、これは。なんで抜いちゃったんだよ、おめえら。余計な時に抜き寄るからに、俺が痛い目を見るんだぞ。どうしてくれる。で、これは、激減が晴れてない。はい、すいません。ちょっと、抜いたところ取れてなかったんで、2回からになってしまいましたが、抜くときは、アキネを空打ちしないといけませんね。で、こいつも貯めたいんで、敵 の残りターンが1ターンになったら抜いた方がいいと思います。で、ここはミニシスを打つことにより、敵の攻撃をギリギリで耐えれるんですよね。なんで、ここは一発、抜きたいんで、半分に生かしたい。まずは。ちょっとごめんね。俺もね、正直、ほぼ初見なんで、皆さんにね、お告げできることはほぼないんですが、これでいいでしょうか。で、これでは多分ね、半分いけないんですけど、まあ、まずは生きることを考えよう。うん。これは絶対半分いけないね。うん。まあ、正直いけなくてもいいわ。これギリギリで耐えられるので、816ぐらい。OK。で、ここでラフィーネ打って指延長。ここでやっとね、安心ゾーン入ったね。じゃあここは、まあ、アトリとかもね、地道に打っていかないといけないんですけど、まあ、いいか。指延長があれば正直余裕なんで、皆さんも組むときは指延長があるときにどんどん攻めていきましょう。じゃあここにして、ここにして、ここにして、闇もらおう。で、俺こいつ使うの初めてなんだけど、クソ強くね？何これ？なんか極限死再来とか言われてたけど、マジで、これからこの時代来るよ。みんなも今確保しといた方がいいわ。すまん。アトリーでいいわ。なんだっけ？すまん、それ、アトリーでよくねってなるよ。うん。マジで杖。このキャラは、やばい。杖組んでるだけで敵滅んでくもん。しかもほぼ、こういうラフィーネとか指延長キャラ、毎回指延長できるキャラがいれば、マジで負けない。多分ね、ミスさえなければ、ガチで負けない。俺みたいな人でも見て、30秒パズルがあれば、へのもんや、へのカッパ。じゃあ、左が回復になったら行こう。よし！で、これで抜こうか。で、次のターンに確かね、魔剣士だっけな、が出てくるんですけど、まあ、そいつらは、こいつで対策できるね。OK、抜きました。で、こいつか。こいつもちゃんと貯めないといけないから、次のターンに確かね、吸収来るんですよね。で、ここは、セシリアで。回復しましょう。セシリアがお強い。うん。こいつがいないと多分ね、ここ対策できない。上手い人ならできると思うけど。で、ここはもうね、打っていこうか。うん。アトリは打ってきます。で、次のターンね、まあ、また言うんですけど、次のターンもちょっと面倒くさいところがあるんでね。そこを共感できたらなと、思う次第でございます。で、ここはもう適当に行きましょう。もう、組め。うん。ただ単に心のままに組んでください、皆さんは。気の行くまま、心行くままに組めば、終わりです、このダンジョン。うん。まあ、よっぽどのミスさえなければいけるぜ。おお、12,800 円。強すぎ。やばすぎ。強すぎ、やばすぎ。やばすぎ、ユースケが出るわ。で、この 50% 軽減は怖いんで、ここでラフィーネ打ちます。となれば、貴様たちは、消えな。マジ、ラフィーナ強え。ラフィーネね、持ってない人もね、あ、けどどうなんだろうね。俺、アレキサンダーより絶対ラフィーネの方が強いと思うんだけど、皆さんどう思う？アレキサンダー正直言ってさ、使わなくない？使いどころがないというかさ、神タイプ補正なんですよね、あいつって。やべ。光くんでね。光。まあ、これは一発ステイでいいか。うん、これはちょっと光組み忘れてた。俺が悪い。テペロ！で、ここでまずは闇を 50% 以下にする。することにより、こいつらは多分ね、そう、次元の解放者とか言って10倍になるんですよね。んで、ここは、まあ、正直抜けるんでいいんですけど、
気をつけてね、落ち着いて抜きましょうね皆さんも。僕は今ちょっとね、抜けるか抜けないかでちょっと焦っているんですが、皆さんは落ち着いてください。抜けるっていう信じてやってくれ。うん、モンスター、いや仲間をね。おい、まあ多分抜けるっしょ。4000倍よ。これが意味することは貴様たちの死だ、うん、俺は死だ。でここですね、ここで吸収と、あとバインドとか覚醒無垢されるんですよね、誰かに。なんでその場合によって、でここ、こうなったじゃないですか。これはちゃんとね、対策しましょうか。一旦ダメージ無効貫通か。いや、ん？こいつ撃たなくて、アキネでいいね。アキネッチョ撃って、回復組まないといけないんで、そうだ、回復は落としにしようか。うん。できるのか、俺。落としにな。いや、別に落とさんくていいな。組めばいいんだ。で、これ5色すると、あれ、なんだっけ？どうやったらこれなるんだっけ？やべ、俺覚えてねえや。ちょっと。使用覚えてない。どういう風だったらなるんだっけ？覚醒無効回復じゃなくて、落ちこすんな。落ちこすんなんじゃなくて、まあいいわ。抜け。抜かんでもいいわ。うん、最悪な。抜かんでもいい。お前たちは気の行くままに行け。まあ、別に3ターンなんで、次のターンもね、吸収があるんですけど、まあ、3ターンもあるんでね、悠長に行きましょう。そのためのアキネなんでね。一ターンなければ、もう一ターンで。そしてもう一ターンが無理だったら、そのもう一ターンで。そう、このこのアキネというキャラは、3回なんです。勝負は3回。回復、組ませんかい。まあ、これでいいや。で、これで抜けましょうか。さすがにいけるね。おーん！おーん！ 43-4722 よ。やばくない？火力。俺はこいつらを伝説と呼んでいます。で、ここですね。ここで吸収が来るんですけど、一気に超根性までなんで、ここはラフィーネ打ちます。そして、こいつを狙います。いや、こいつでいいか。いや、こいつで、こいつでいいや。いや、こいつでいいや。こいつを狙って、で、そうだ、忘れた。これ、タイムアタックだ。そうだ、皆さんもね、タイムアタックを意識してください。やっぱタイムアタックって燃えるよね。俺、モンハンとかでも結構タイムアタック好きなんですけど、まあ、できるかできないかは置いといて好きなんですけど、あれはいい。いいよ。行く！ここだ。で、ちゃんと5色も忘れててね。結構ね、絶対にだと思うんですけど、俺はね、多分だけど、いつか忘れると思う。落ち込んだしよ。あっ！お、危ねえ！これね、敵を2体残しておかないと、こいつが確か面倒くさい攻撃してくるんで、これはね、こっち抜いちゃダメ。右のワルリンだけしか抜いちゃダメ。うん。で、ここ、アトリ撃とうか。撃たなくてもいいと思うけど、まあ一応な。念には念を。それ、ハンターハンターコロ、念で思い出したわ。ハンターハンターコロとマジで楽しみ。俺、前回その話する途中で負けちゃったからね。マジで楽しみなんだよな。俺、好きなんでね、ハンターハンター。皆さんも好きな人多いと思うし、まあ連載は全然しないんですけど、まあ、そこはね、トガシさんをね、許し、やべ。チキシャー。チキシャー。やらかした。なんで今落ち込ん、なんで今なってない？まあ、これ、何も攻撃するんだ、てめえ。おう。今のはマジで危なかった。なんで、あれなってねえんだよ。ボケ。じゃあ、ここ行って、で、こう行って、こう行って、これどうやって組めばいいの？ツーウェイって。わからん。わからない。ルッ、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 あ、キーちょうだい。
ちょっと木をよこせっつってんだろ。あ、こう、うん、やべ。お願い、抜いて、おお、抜いて、抜いて、ちょっとやべえってば、抜け、オッケー。ね。ちょっと、ごめんなさい。沼パズル見てました。ちょ、2への組み方わからん。め、イメールが来たね。で、これを、お邪魔はちゃんと対策できてるんで大丈夫です。これ一撃で抜けっかな？わかんねえな。まあけど、やるしかねえんだな。俺が。この、俺が、やるんだ。俺がやらなきゃ誰がやるってね。俺はよく言っています。なぜならその言葉が好きだから。じゃあこうして、これルーレットの位置もあれだよな。しっかりしてほしいなって思っちゃうな。あっ！光！おー、キャップね！これ、まあ、抜けねえか、さすがに。1000倍じゃ抜けねえだろ。あ！これはね、わからなくなってきたぞ。よく漫画であるやつ。急に、おお、いけんねえ。いいじゃねえかよ。おめえら、最高だぜ。おお、久しぶりの褐色お姉ちゃん来たな。で、これも大丈夫。うん。で、ここラフちゃん打ちます。ラフィーネは溜まったら撃て。うん。そう！そこら辺の、ルーレッティングが一番いいんだ、それが。一番効くから、俺にね。俺に一番効くやつだからね、それは。そこで出してくれれば、何も言わない、俺は。さっきみたいな、へんてこなところに出されると、めいっちゃうけどね、気が。チキショ。まあ、気組めてない！落ち込んで！落ち込ん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 ！抜け！じゃあ、抜け！抜け。オッケー、戻ってきました。いやー、ここまで来るのにね、俺は何度も、5色消すのを忘れて、死にました。なんで、誓います、僕はもう。もう、これからは、パズルを組むごとに、あれって言うわ。一回一回言ってく。うん。パズル組め、5色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 組め。そうやって誓っていきます。心の奥底に眠る何かを。ま、これは一発のこれでいいでしょう。軽くな。軽くの左ジャブ。水、来てもいいんだぜ、2ウェイ。ま、抜けるかな？抜いていくわ。余裕ですね。来た、家具土。未踏の地来たね、未踏の大地。蛇姫の悲壮、仮想。なるへそ。うん！強こいつ。なんじゃこりゃ。ね、こいつ何クソ強いじゃん。スキルもすれ、強いし、面もいいし、リーダー、力もある。こいつが一番。こいつが、俺は、出馬したら、絶対に入れる。お前は政治家になれ。見込みがあるよ。君にはその、力がある。なってもいいぜ。来い！来い！まあ、これ抜ける人 4722.722 よ。化け物です。なんじゃこいつ。当ててよかった。心からそう思えるキャラに出会えたのは、これが初めてだよ。こいつら向こうが多いの。まあいいよ。好きなだけ向こう張らせてやるよ。向こうハラスメントだね、これは。いつでも晴れ。向こう晴れ。俺はそう言っていくよ。どんなやからか出たとしても、向こうを張らせる。で、向こう貫通の組み方もね、ようやく分かってきたところであります。が、ま、ちょっとマム？マム？光をよこせ。いやー、ちょっと。まあ、いいわ。これでいい。闇でいい。あー、光下にあったの見えてなかったね。やっ！え？俺これ激ゲ晴れてなくね？
みんな戻ってきました。もうごめんなさい。ここまで来るのにめちゃめちゃ時間かかりました。なぜかという理由を説明しますと、僕が毎回毎回五色を消すのを忘れて死ぬことが多々ありました。誠に申し訳ございません。で、それはなぜかというと、操作時間が短いっていうのが一つだったんですよね、理由の。僕が負けていた理由は、ほぼほぼ1回と2回。そこで、操作時間が足りずに殺されるっていう場面だと。3094パッチ ?3094 パッチはもう終わりだよ。はい、なんで、この、アトリの場所を、アトリじゃないな。ソフィー、セシリアの場所を、門限に変えました。15条の悟るから。そうすることによって、まあ、何が起こるかというと、初手から操作時間2倍がかかる、3倍 ?3 倍がかかるんで、操作時間に気を取られることなく、余裕でパズルが組めましたと。なんでこのおかげで僕は、1回で死ぬことはなくなりました。誠に申し訳ございません。ですが、逆に、ミスさえしなければ負けないですよね。このパーティーは。このパーティーはね。なんで、まあ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 、許してほしいなって思います。勝てないことは誰にでもある。だから僕は失敗、トライアンドエラーを繰り返しましたね。まさに自分の体で自分を実験していた。こうすることによって僕は、新たな境地へと旅立ち、で、ここなんですけど、多分ですけど、ここ追い打ちで生きるんですよね。なんで別にいいでしょうと。いらないでしょうと。おーん。これ、ジンされたから面倒くせえな。これ一応ワンパンマン撃つか。ワンパンマン撃ちます。まあ、どうせすぐに溜まるんでね。いいでしょう、撃って。で、ここで行きます。ここまで来るのも初めてだね。俺今までは本当にずっと一回で負けてたから。久しぶりにこの景色見れるわ。こういう広い景色を。マジでずっと一回で負けてた。だからそんな俺に悔いはない。で、多分これでいけるんですよね。うん。これで追い打ちが確か1000万ぐらいいくんで、さすがに抜けるっしょ。しゃー強すぎ。マジで強い。うわ、こいつ確かだけどさ、ですよな。いやけどいいや、ここセシリア打ちます。バカタリにはバカタリで対抗します。貴様がそんなバカをやってくるのであれば俺もバカになる。一緒にバカになってクソを撒き散らそう。脱粉タイムの始まりだ。で、こうしてこうして、で、闇、オッケーです。ありがとう。うぜやす。で、水になったら、ヌッキです。あー、よかった。吸収張ってる。そう、僕はこれを読んでいた。そして、貴様はこれで、死だ。あぶね、ここみんな気をつけてね。吸収来てた。俺はなんでか知んないけど、撃ってたね。ダルタリオング。わお。わお、わお、わお。撃つタイミングよかった。マジで危ねえな。うん。うわ、これ、クラの闇が邪魔だけど、もう仕方ねえな。もう俺はこのまま行く。突っ走る。これだって全部が全部ってわけじゃないでしょ？何？あ？落ち込む子ある？落ち込む子あんじゃん。暗闇状態で落ちてくるだから、ランダムにだから、別に全てが落ちてくるってわけじゃないんで、これ行きましょうか。そこにしちゃうか、君。ほんと、ルーレット。俺が好きなところに作れ。俺でも行けるようなところに作れ。ルーレッティング。そこじゃあ俺が組めるかわからんでしょ？たくよ。気の利けねえやつだぜ。こうだ。そして、やばいっすな。木、水、金になっ、闇！落ち込ん！ちくしょう！攻撃すんな。はぁ、もう、すいません、僕バカです。もう一回行きます。皆さん、ここまで来たんですけど、11回ですね。
11階まで来たんですけど、ここでワンポイントアドバイスなんですけど、まずまあこいつ打つじゃないですか。その後に意志数打たないとダメなんですよね。理由がこの次に誰だっけ、カンナか、あの光のやつ、光のドラゴンのやつが出てきたら殺されるんですよね。先制攻撃で8万5000くらい受けて殺されるんで、こいつの軽減打たないと多分耐えれません。なんで11回の時に、あ、イシスのスキルを打ってから抜きましょうか。で、やっとここまで来れた。うん。久しぶりですね。お久しぶりです。ソニー、サクヤさん。お久しぶりですね、本当に。ちょっとここまで来るのに本当にちょっと沼っちゃって、結構な時間割きましたね。まあですけど、勝ちましょうか、ここでね。で、ここは一撃で、抜き、抜き、抜きと、いうことなんですわ。うん。で、ここ、あ、ここ来なかったね。カンナが来たらこれね、多分耐えれるんですよね。まあ今回来なかったんでよかったですね。で、ここはね、一発耐えましょうかね。うん。この暗闇を消したいんで、セシリアが持ってるんですよね。十字回復。なんで、ここは十字回復優勢でいきましょう。だから、火、水、木、光、闇があるんで、水で組んで、木でも、ちょうだい。で、まあ、お願い。どうにかなって。どうにもならないときはまあ仕方ない。そしてもう光を、すいません、ちょっとまた戻ってきます。オッケー、ここまで戻ってきた。で、ここですね。ここをオッケー、ここまでやっと戻ってこれた。でね、ちょっとね、こいつの場所を五条悟るから、メノアの武器に変えましたね。多分これで、キメノア。これで多分ね、カンナの先生耐えれると思います。すいません。ちょっとまだね、自分来てないんですけど、ここでカンナ。多分耐えれると思います。はい。なんで、安心してください。もう、ちょっとね、僕、めちゃめちゃ今頑張ってて、何回くらい来たかな。まあ、ほとんどが、1回、2回でやられてるんですけど、本当にね、このパーティーね、パズルさえ見つんなければ、負ける気配ないね。うん。本当に強い。おっつい。ぐにゃ。あ、木、危ない。ああ。ちょっとごめんね。僕の脳がバカで。すみません。僕本当にずっとこれやってます。はい。本当にこういうミスさえなければ、こいつら負ける気配ない。俺がマジでずっと沼ってて、5色以上消せてないから負けてることが多いけど、マジで強い。うん。皆さんは、やらないようにしましょうね。まあ、こんな下手な俺でも勝てると、自信をつけてほしいです、皆さんには。こんな下手なやつでも勝てるなら、俺でも勝てるって、思ってほしい。うん。僕は、このパズルで、皆さんに勇気、希望を与えていきたいなと、思っております。どうも、皆さん、なーです。んで、水をもらいの、ちくしょう！ちくしょう。負けんぞ、俺は。勝つんだ。今日ここで勝つために俺は、石を10個ぐらい溶かしてるんだ。もう本当に、ずっと脳がバグって、石溶かしてばっかり一撃強すぎ。はっ来た。とうとう来たぞ。で、こいつは何をしてくるんだ、わからない。こいつは何をしてくるの。ダメージ無効貫通がないから、30億以上ダメージ無効きた。これ何してくるの、やべ、ちょっと適当にやっちゃった。ごめんなさい。何をしてくるのでしょうか、あなたさんは。声が震えちゃった。手も震えて、体も震えた。なんだろう、寒くないのに。俺今、体温まってきてるぐらいなのに。
やばい、ここまで来てちょっと緊張と震えが来た。はっ、いや、抜いたけど、やばいな、ちくしょう、これ邪魔くせえな。ちょっとこいつで稼がせてもらおうか。抜いちゃったな、抜きたくなかったな。アシスト無効されてんよね、これ。いや、どうしよう、皆さん僕は勝てますか。じゃあここはまず激減あること、激減と落ち込んなしを消そう。うん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 、まず目に見えるところで火、水、木、光、闇、回復消していこうと思います。で、でだ、水と木、水、違う、水と光、これを組もう、うん、はい、まず火組んだ、闇組んだ、闇組みました、木組みました。で、水欲しい、水をください。ちょっとごめんね、うるさいかもしれないけど声出していくわ。うん、野球部みたいな感じでね、ランニングの野球部、そんな感じで僕もちょっと声出させていただきます。水くんだよ、闇くんだよ、光くんだよ、木くんだよ、何くんでない、回復くんだよ。まずはなんで繋がってるのよバカチンが。やべ、何してくる、お願いお願いお願い、やめて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 、嫌なことしないで、僕君のこと嫌いになるよ。お、すげえパズドラ、何今の、ギャラクシーの、あ、弱え、クソ弱え。そんなんで僕に勝とうとしてるの、あれ僕ちょっと強いかも。待ってよ、これはね、うん、いや、で、水ひ、あ、ちょっと、オッケー、ごめんなさい、ちょっと待ってね、ごめん、元気や、はあ、こんな自分が嫌になるぜ。まさかこんなゴミみたいな野郎に俺がビビる日が来るとはな。感謝するぜ、お前と出会えた。危ないね、あんたね、ちくしょう、まあいいだろう、うん、まあいいわ。こいつなんかあれじゃね、何ターンかで削んねえといけねえとかそういうのじゃねえんだ。いいや、うん、いいよ、うん、ここで行こう、もうしょうがない、この暗闇とかは。ここを抜いてから考えよう、この暗闇とかはね。まずは僕は抜くことだけを考えます。木と火、で、ちょっとごめんなさい。ここは集中モード入るね。負けたくね。ここまで来て負けるのは、ゴミがすることだ。強き者は、ここに来て勝つ。俺たちとおめえの格の違い、見せてやるよ。暗い！ゴーハ滅人山！ピューン！で、これで多分、ちょっといけるんじゃないの？もっともっと来てよ、もっと僕にくれよ力ってやつをよ。ちくしょう、アシスト返ってこい、アシスト返ってこい。ちょっとこいつなん来た、割れた、確定勝利演出来ました。で、ちょっとこいつなんか怖っちいな、うん、怖っちい。火、光、木、火、覚えられません。僕はすみません。光、うん、火と光、これだけ覚えます。で、オッケー、うん、ま、うん、ね、いや、うん、いいや、これでいいや、これでいきます。わからないことは無視。火、オッケー、闇、違う、光、オッケーオッケー、落ち着け、落ち着いたら勝てるんだから、落ち着けば。まあ、回復の四つ消し消したかったけど、まあ仕方ない、俺が今できることはこれだ、今できることを俺はやる。で、おーいなーや、暗闇ジュルプがよ、ちくしょう、あと20分、
こいつっていつまで許してくれる ?4 ターン経過するな、次で。ちくしょう。BGM が壮大になってきやがったぜ。これはひどい。じゃあ、OK。いや、もういいや。もう俺目に見えるドロップしか持たない。決めた。もう無理だ。僕は覚えられません。なんで、ここは、光、ちょうだい。光をよこせ、俺に。で、水。そして、火も欲しいな。違う。こうで、まあ。パン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 ポン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 。次でいけますね。お願い、何もしないで。お願い、やめろよ、てめえ。そし、なんかしてきやがった。ドタマかち割って、てめえの脳みそ。吸い取ってやるからよ。オッケー。暗闇も次でなくなる。ふん。これ一発いきます。あ、鳥。あ、鳥だ。じゃあ、闇。オッケー。闇ね。そこ闇。そこ闇よ。いいよ。安心して。安心しろよ、今日に。そう、俺は今安心せざるを得ない状況なんだから。あれ、ディオが華教員を悟したように、俺も今心のどこかで自分を悟しているのかもしれない。安心しろ、安心しろよ華教員。これで抜けだが、しかしちょっとか、いけ、おお、来た。次元がねじれていく。得意点から真の姿を現した。ふぅ。お前か、ゼロ次元の覇者、ビッグバンとやらか。6! じゃあ、ここはまず一旦目。待てよ。まずこれ使おうか。で、これでどんぐらい削るか見よう。待てよ。で、これね、はぁ、わかんねえ。いや、みんなどう、これ、行くかな。これ、一発、あ、イシス打ってもいいんじゃないかなって俺思うんですけど、いや、ダメだ。ここでイシスは甘えだ。俺は俺のすべてを、こいつにぶつけると決めた。まず一体、火力見ます。どれぐらい削るか、そっから考えよう。意志使うタイミングが絞れてくるからね。こいつは多分、確か半分以下で、多分は確か発狂があるという情報があるんで、まずは一旦な、これの様子見、左ジャブお願い、削んないで、お願いよ、お願い。あー、で、L 字ロック忘れた。あ、全然いいですね。うおー、近づいてきた。ルーレッティングされた。今、まあいいや。ここは、じゃあ、まず L 字ロックします。解除します。この子を撃って、水と木だから、じゃ、木で組もうかな。うん。木で、まず L 字ロック解除します。じゃないと、始まらない。ここから僕たちは始めるんだ。ゼロから。リゼロ見たことないけど。リゼロ。なんか、これ発音厳しそうな人に怒られそうな気がするけど。いや。そん時は、そん時は。まあ、これもほとんど削んないという試みで、いいでしょう。うん。大丈夫。まだ時間は、たんまりとある。なんかこれ、火力強くなってるとこある？で、ここ、勝負かけます。多分ですけど、抜かないんですよね、まだ。うん。抜かねえよな。おい。ビッグ、バン。抜かないと思うんで、ここはまず、軽く削ろう。
その先に何があるかは知らないけど、僕には。まずは、これでいいや。火薬優先ね。で、これで、半分の半分ちょい。いい削り。ダメだ。削れねえ。怖え。こいつ何ターンまでに削んねえとか絶対あるよな。これは、火水、火光、闇回復。ちくしょう。これセシリー撃ちます、セシリー。で、サフィーラ次で撃つ。なんかこいつルーレット上書きしてきそうだし。で、これで、いいところまで削ったら、次で抜こう。で、俺さっきから火力がちょっとビビって出してないから、もう次はガチのガチでいく。嘘じゃなくて本当だよ。本当に本当に本当だよ。オッケー。お願い、お願い、早く、早く。回復になる。オッケー！これで、ビッグバンの右、左手の先端までいったら、俺は使う。いってね。わかんない。こいついつまで許してくれる？もう4ターン経っちゃった。これ、イシス使うか？いや、俺ね、わかった。半分までまだあるから、もう一回ここは、削ります。お願い、なんか変なことすんねん、お前。マジで。振りじゃねえぞ。いや、今俺すごくね、震えてる。震えてます。こんな気持ち初めてだぜ。これでいいや。これで多分、指の先端までいけると思う。指の先端までいけ。いったな。マーキュリーパワー。オッケー。ここでじゃあ、イシス使おう。半分いくと確かね、この子発狂してくるらしいんで、これでさすがに耐えれるっしょ。オッケーオッケーオッケー。大丈夫、落ち着け。落ち着け、俺。俺は、ここを、何度来た？何度来て何度やられた？それを思い出せ。こいつにやられた憎しみを、こいつに駆られた仲間たちの気持ちを、俺が救ってやるんだよ。やべえ、ちょっとごめんなさいね。いけ！お願い！お願い！もう無理だ！お願い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 ！半分いって！半分いって！いったー、よかった。のう、うわーよかったー。で、これは、まあ、別に大丈夫でしょう。火、水、木、光、闇、回復、組めばいいんで。早いな、おい。まずはもう、ドロップを適当に取ってきます。28秒もあるんで、大丈夫。チキチャ、チキチャ、チキチャ！よこせよ。俺によこせよ、ドロップを。オッケー、オッケー、オッケー。で、回復、回復、回復。火、水、木、光、闇、回復、オッケーね。はぁ。で、まずはここを、もうステイです。オッケー。体力マックスいった。ギャラクシー？はぁ。で、なんかこいつ10ターンとか切ったらなんかしてきそうな予感がする。怖い。俺はそれが怖い。待てよ。これはもうラフィーネ使います。ルーレットとかもういいや。されたらされた。その時はその時だ。俺は今できる現状、最高のプレイングをかます。こいつに、ギャフンと言わせてやるんだ。で、これ、あれだね。ラフィーナがルーレット作るところも重要だから、今こいつは俺に出れた。俺今、あれなんですよね。褒めないとこの子ね、いいところに作ってくれないんですよ、ルーレットを。なんで褒めて伸びるタイプなんで、この子は。ちくしょう。なんでこの子は、
かわいいね。あれ香水変えた？ラベンダーの香りがするねって。そしたらこいつ喜んでね、ルーレットいいところに。ジュピターエネルギー。いや、いや。やべ、間違えて使っちゃった。動揺した。まあ、いいでしょう。大丈夫だ。うん。で、こいつ発狂ありそう。なんかパーセント発狂ありそうな予感が。プンプン匂ってくるぜ、おい。まあいいや。ここはじゃあ、はあ、これでいい。これでいいんだ、俺。俺の選択に間違いはない。自分が思った選択以上のものなんてないんで、人に与えられたものよりも自分で考えたこと。それが一番なんだよな。サタン？エネルギー。ちくしょう。震え上がれ、俺の腕。止まれ、俺の腕。震えなんかねえぞ。勝てるんだ、俺は。んだ。俺が勝たなきゃならねえんだ。今ここで誰よりも勝利に飢えている男、それが俺だ。俺より勝利を渇望しているやつなんかいないんだ。俺が一番強いんだ。これだ。これが俺のベッドだ。やべ、なんか五個つながりになってたな。これはやめ、みんな、俺は、偉業を成し遂げたのかもしれない。ここで、何をするべきか、今俺にできること、考えた結果、お前たちに感謝だ。ありがとうな。アトリ、ラフィーネ、ミニーシス、アキネ、セシリア、アトリー、お前たち最高だ。俺はお前たちに出会えてよかったよ。俺はまだ4次元多次元勝ってない。だがしかしゼロの次元には勝てる。ビッグバンすらを飲み込む俺はブラックホールへと成り変わったんだ。なら俺がすることはお前を飲み込む。消え去れ、無となれ。お前はこの世にいてはいけない存在なんだ。俺が倒す。倒さなきゃなんねんだ。頼むからよ。もうその面を二度と俺に見せるんじゃねえぞ。そう強く願うよ。畜生。やばいかも。いや、行く、お前らなら行ける。俺が信じた友達だ。行けるんだよ。行け！うわー！みんな、やったよ、俺。やったんだ。希望見えましたか、皆さん。4次元、多次元、勝ってないものが0次元を勝つ。見してあげるわ、その、異形とやらを。はい、最強。はい、愛最強。愛最強。はい、はい、はい。超ゴールドドラゴン。最高です。おお！超ルビードラゴン。最高です。おう！超メタルドラゴン。最高です。最高！宇宙ゲット。今俺の手のひらに何があるか。宇宙です。俺の手のひらに今宇宙を掌握できた。やったぜ、おい。あ、ちょっとごめんなさいね。この人はレーダーでもらいました。あとでモザイク入れなきゃ。で、見てください。これが、4次元、多次元、勝っていないものの、ほら、見て、勝ってないんだ、俺は。ですが、ゼロへと切り開いた。みんなも、勝ってないという人もね、いると思うんですが、これを見て、皆さんも勝ってください。ね。で、パーティー最後に紹介しよう。俺のベストフレンドたちを。新宅の天、ケイシャ、セシリアには、モンゲーですね。モンゲー。で、ラフィーネ。ラフィーネには、原始の大魔女ラフィーネだね。
には、誤信共鳴、そしてミニイーシス、覚醒ミニイーシスには、ゴレンガチェドラ、そして、モーアイの交流、くれない流通し、アキネには、ワンパンマン、埼玉ですね。そして、アトリ。アトリには、キメノア。これ間違えないでほしいのが、こっち、もう一個木があるんですよね。アトリって。違う。メノアって。ちょっと待ってね。あ、これ。こっちのメノアじゃないね。気をつけてください、それは。こっちじゃなくて、こっちです。このテープがある方にやってください。そして、フレンゾさんのやつは、10連ガチャドラでしたね。10連ガチャドラ。そして、バッジは体力と。いやー、気持ちいいね。うん。みんなもね、ぜひね、まあ、このパーティーいろんな人のものを見て参考にさせてもらったんですが、皆さんもね、このパーティー、まあ、ほとんど同じなんですけど、皆さんとね、このパーティーで勝てるんだということをね、伝えたい次第でございました。それでは皆さんも、勝ってゼロ手に入れていただければ嬉しいです。ありがとうございました。